森安はじめ監督率いる日本代表は10月17日、国際親善試合でチュニジア代表と対戦し、2対0で勝利を収めた。これで国際 A マッチ6連勝都会進撃が続く中、中国メディア関係者は欧州や南米国にも堂々たる戦いぶりで白星を積み重ねたパフォーマンスを、この半年で領域を超えた、と見解を示し、脱アジア、レベルに驚きの声を上げている。動画、 ただの暴力、日本代表 MF が悪質ファウル被害、卑劣なローキックシーンに非難、シャレにならない、日本は国内でのテストマッチとなった10月シリーズ初戦でカナダ代表と激突。体調不良で召集事態となった MF 三戸香るブライトン、やこの試合で温存された MF 久保武房、レアルソシエダ、が不在となった中でも、MF 田中葵、デュッセルドルフ、 のにゴールなどで4-1と解消した。続くチュニジア戦でも序盤から勢いを見せつけた中前半43分、MF 旗手レオのラストパスが相手に当たって流れたボールを FW 古橋京吾が冷静に沈めて先制。さらに後半24分には、久保が緩急をつけたドリブルで縦に突破し、マイナスのクロスを送ったところに MF 伊藤淳也が蹴り込んで加点し、2-0勝利を飾った。 10月シリーズは無傷の2連勝となり、これで日本は6月シリーズ初戦のエルサルバドル戦、6-0から国際 A マッチで怒涛の6連勝を達成。内容面で相手との差を見せつけたのはもちろん、エルサルバドル戦以降はペルー、4月1日、ドイツ、4-1、トルコ、4-2、カナダ、4-1、そしてチュニジアと戦い、 6試合で24ゴールを叩き出した圧倒的な得点力も特筆に値する。第二次森安ジャパン発足後、実力国を次々と撃破している日本の姿に、中国メディア関係者も舌を巻いている。同国メディア総風はメディア関係者の SNS 投稿に注目。ファンウェイ・リ氏は、韓国チームはまだ浮き沈みがある。一方日本はこの半年間、何をしたのか と急成長ぶりに驚きを隠せず、今後の飛躍にも太鼓判を押した。かつて日本サッカーは強いと言われたが、欧米チームと対戦すると必ず勝敗がつく。だがこの半年で、いきなり領域を超えた気がする。実力的にも精神的にも、誠に世界に通用するチームになった。世界一流チームには勝てる可能性があるし、二流チームには確実に勝てる。 2026年 W 杯では、準々決勝までは望みがあるが、ベスト4は夢ではない。チュニジア戦で4ゴール以上のゴールラッシュは5試合でストップするも、10月シリーズ最後のテストマッチを無失点勝利で締めた森安ジャパン。世界の強豪国相手に堂々たる戦いぶりで勝利を積み重ねたパフォーマンスに、アジア内から熱視線が継がれていた。